ユナイテッドシネマ株式会社は、シネマコンプレックスである、ユナイテッドシネマや、シネプレックスなどを運営する、ローソングループの映画工業会社である。ユナイテッドシネマとよす1993年9月に、ユナイテッドシネマインターナショナルが設立した日本、法人、ユナイテッドシネマ、インターナショナルジャパン株式会社を起源とする。 同社は1996年11月に大津市に一号店を開業して1998年までに三サイトを展開するも出店先と資金の確保が万全ではなく三号店のパラマウントユニバーサルシネマ十一は藤田商店と共同出資した安定した出店先と資金の確保のために国内各社と合弁や提携を模索し UCI、住友商事 角川書店の三社が合弁会社ユナイテッドシネマ株式会社を九百九十九年十月に設立し以降に開業したサイトは同社が経営した。UCI は二千四年にイギリスの投資会社テラファーマキャピタルパートナーズに買収されると保有株式を売却して撤退し、ユナイテッドシネマは住友商事と角川グループの所有となり、以後は UCI と 資本関係を断つ。2006年に主要株主が住友商事と東急レクリエーションになり、2007年4月7日に東急レクリエーションと番組編成を連携すると発表した。シネマコンプレックスの競争が激化した近年は経営リスク軽減のため他社に劇場を委託されて出展している。ウニクス神里とウニクス南古屋は不動産開発業者の P&D コンサルティングが経営し、ユナイテッドシネマは委託運営者である。経営形態は異なるが、提供するサービスは、多劇場と同一である。初期は都市型ショッピングセンター、駅ビル、アウトレットモール、レジャー施設など多様な施設に併設して、確一的シネマコンプレックスを展開したが、2004年頃から大型商業施設へ出展して、 地域特性を考慮した内装へ転換している。2006年10月に出展した豊洲以降はデザイナーズシネコンと名打ち、2007年にユナイテッドシネマ前橋がシネマコンプレックスとして初のグッドデザイン賞を受賞し、2008年にユナイテッドシネマ裏もグッドデザイン賞を受賞する。既存の劇場も 長崎を2008年9月に改装するなど、同様の傾向が見られる。住友商事は保有する発行済全株式を2012年3月に、アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合の参加ファンドが出資する、ユナイテッドエンターテインメントホールディングス株式会社に譲渡した。親会社のウェイは二千十三年三月十九日に、シネプレックスを運営するシネプレックス。 株式会社を買収してシネプレックス株式会社に改消し6月1日にユナイテッドシネマ株式会社を存続法人としてシネプレックス株式会社と合併した。シネプレックス株式会社が運営するシネプレックスなどの映画館は同社の運営となった。2014年8月6日にローソンはアドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合から ウェイ株式の譲渡を受け、ローソン HMV エンターテインメントの子会社として設立したローソン HMV エンターテインメントユナイテッドシネマホールディングス株式会社へ8月28日にウェイ株式が譲渡されると発表した。クラブスパイスカードや子供向けのキッズクラブカードなど会員割引サービスも行っている。コンセッションではペプチコーラを販売している。 プレミアムダイニングシネマ2016年4月23日よりキャナルシティ13でのみ展開映画を楽しみながら本格的な食事が楽しめる性質上上演中の照明は通常よりも明るめになる通常の鑑賞料金に加え座席料金が必要だが座席料金は同額の食事代金として充当される2009年7月11日に 豊洲へ、リールディ方式、12月5日にキャナルシティ13へ、エクスパンディ方式のデジタル 3D 設備を導入して、以降、デジタル、アナログ双方の複数の方式にて順次導入を進めた。2010年に、新生16を除く全劇場に設置している。キャナルシティ13のエクスパンディスクリーンは2011年6月に、リールディスクリーンに、 札幌の iMAX デジタルは2019年11月8日に iMAX レーザーにそれぞれ改装された。2014年12月に豊洲へ導入以降、積極展開している。2020年6月現在、全国の22劇場へ導入して、日本のブランドで1位の数である。また、豊橋18には、国内初となる4デラックスの新機能。 スライドツイストを搭載したマックスシートが導入されている。2017年7月1日にアクアシティを台場で導入され、2018年11月21日開業の福岡ももち、2019年6月27日開業の浦添、同年10月25日開業の松戸でも展開される。市長は通常料金に加え別途追加料金が必要になる。 2019年11月現在2011年2月に閉館したエビスガーデンシネマを復活させて札幌武道産開発と共同運営で2015年3月28日に開館した旧ガーデンシネマ跡地に再開館するすべてユナイテッドシネマブランドとなる AMC リバーサイドモール16として開館し2005年の日本 AMC シアターズの買収に伴い ユナイテッドシネマ申請16と解消した。当初の収益は良かったが、2002年以降は近隣に大型商業施設が続々とオープンし、ショッピングモールの集客力が低下した。テクナカラー 3D の導入も検討されたが、ディベロッパーのリオ・横山がモール閉鎖を予定し、2011年2月27日、閉館した。後に別会社がシネマ・アライアンスに、 番組編成を委託し、ユナイテッドシネマの設備を使用して、新生リバーサイドシネマとして3月10日に再開館したが、2週間後の3月24日にショッピングモールも含め休業。再開されることなく2017年にショッピングモール全体が解体され、跡地に4タウンもとすが2018年1月9日に開業した。旧シネプレックスから継承した。 ミニシアター。2014年2月に閉館し、跡地はシネリーブル梅田の増唱分として引き継がれている。ホークスタウンモールの再開発に伴い一時休館2016年10月31日に、三菱地所が跡地に開発する m a r k イズ福岡桃地への再出展を合意した。2018年11月21日に、ユナイテッドシネマ福岡桃地として、 再出店した。ありがとうございます。